ノンプレゼンツプロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、今回もよろしくお願いいたします。引き続きゲストは岩村明則さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、最終回か。最終回なんです。もうあっという間でしたね。寂しいなもういろいろなエピソードというのも、いろいろな場所でご活躍をされていらっしゃる、こう活動の場所を変えて、活動されていらしたということもあり、2007年、はい、2007年にメジャー移籍をこうされました。メジャーへの意識というのはいつ頃からお持ちだったんですか？そうですね、1996年のそのオールジャパンに選ばれた時に、はいはい、フィリピンに行って、ホームランを打ってですね、はい、で場外ホームランを打てば、そこの超えた壁のところに名前を書いてもらうっていうのがあったんですね。はい、でもちろんその前から、まあね、メジャーリーグってすごいとこがあるなぐらいは思っていましたけど、でその時に僕がこういったところで先着2名で書いてもらったんですけども、はい、先に書いてあったのが実はベーブ・ルースの名前だったんです。そのベーブ・ルースの下にこう自分の名前を書いてもらってるのが、今フィリピンにもあるリサール・メモリアル・スタジアムというところがあるんですけども、そこから、ね、やっぱりベーブ・ルースすごい、こういうのっていう思いがあって、はい、メジャーリーグをこう意識徐々にするようになっていきましたね。で日米野球を通じてこうやっていくとですね、はい、やっぱりこうどんどん刺激を受けながら、であのヤクルトスワローズの球団の方にもね、あの今すぐとは言わないですけども、後に将来的には、はい、あの行ってみたい思いはありますっていう気持ちを伝えて、はい、そうだったんですね。タンパベイを選ばれたというのは、これはね、あのポスティングシステムだったので、はいはい、自分たちの当時のポスティングは、はい、あのもう入札だけだったので、タンパが一番入札額が大きかったと。で自分に入るわけじゃなくて、ヤクルトスワローズにその入札額が入って、はい、ちなみに他からも入札、いやそれはね明かされなかったんですよね。なるほど。まあ、あの新聞等々ではクリーブランドインディアンス、もしくはサンディエゴパドレスっていうところは、はい、あのまあ、どちらかじゃないかっていう話をしてて、ポスティング締め切りの最終日になった時に、パッてメディアの方から言われたのが、タンパベ、タンパみたいな、クリーブランドかサンディエゴってどっちか来るかなと思ったら、まさかタンパベデビルレイズ、デビルレイズみたいな、あそういう感じだったんです ね、 そうですね。あのまだヤクルトスワローズと、はい、あのクリーブランドインディアンスって提携結んでたので、まだね、聞き覚えもあるし、馴染みもある、はい、でサンディエゴは西海岸だし馴染みもある、はい、東海岸で何フロタンパベデビルレイズん、あでも野茂さんいたなとか、でもその、まあ、メジャーに移籍をされて、レイズで1年目から、まあ、レギュラーをつかまれましたよ ね、 ね、はい、実際そのメジャーへの移籍というのはどうだったんでしょうか？まあ、あの僕は本当はね、その、ヤクルトももちろん強い、はい、あの時期あったんですけども、はい、もっと違う野球の仕方でこう強い野球ってどういうのかなっていうのをこう肌で感じるとか、はい、そういうのもやりたいっていうところで、僕はこうヤクルト球団にこうわがままを聞いていただいて、あのポスティングを飲んでいただいたんですけれども、まさかの蓋を開けたらデビルレイズだったので、はい、1年目に96敗してるんですよね。なんだこのチームはっていう。4月の頭に開幕して、はい、でその開幕戦ってヤンキースタジアムだったんですけども、はい、あのそこからもう約2ヶ月ぐらいしたら、もうまた来年ぐらいの空気なんですよね。へー。今あの大谷君のいるエンジェルスの監督をしているのが、はい、ジョー・マドン監督で、はい、マドン監督、まあはい、僕は今ジョー・ジョーって言ってるんですけど、ジョーのところに行って、はい、クラブハウスの中でもうまた来年っていうような声が聞こえてるんだけども、ここはシーズン終わりなのかっていう話をこう監督に聞いて、そんなわけはない、うんうん、まだこれだけある、うん、でジョーはとにかくもう最後まで諦めないっていう姿勢を出さなきゃダメだって、うん、常に言ってたんですけど、うん、もうずっと、まあ、メジャーリーグの中でもタンパベイデビルレイズはドアマットって言われてたんですね、うん、ドアマットっていう表現は誰もがその家に行くときには踏んでいくとこなんですよ、はい、だから常に、まあ、ほぼほぼ最下位にいるチームで、僕が行く前までの9年間で8回最下位なんです。5チームあるので1回だけ4位があるらしいんですけども、で実際自分が入った2007年も最下位だったんです。これで強い野球とかどういう野球をするのかっていうのが全くわけが違う、はいはい、ジョー・マドン監督もいろいろと、試行錯誤しながら、はい、でその当時の GM とも、選手補強をいろいろ変えながら、で2007年から2008年になるときに、はい、
タンパベイデビルレイズからデビルを取って、うん、タンパベイレイズっていうチーム名を改名したんですね。でデビルが抜けたことによって、うん、で今まで、例えばこの下の深い緑がチームカラーだったのが、はい、今度紺になってネイビーになったんですね。でタンパベイレイズっていうとレイっていうのはエイのこともあったり、あと光線っていうのをレイっていうんですね。でだから今星型みたいなマークがタンパベイレイズのマークにもなってるんですけども、あれがちょうど2008年からできたんですね。で2008年でリポートデーつって、キャンプの初日ですよね、野手が集合する日に、まあ、もう2年目になってるんで少しこう余裕が出てきてる、キャンプを迎えられて、で2年目の時にあのチームメイトバッ、ね、みんなに会って、でも、まあ、浦勝さんにもこう見たら、いやちょっと違うぞこれと思って、浦勝さんの目の色が違ったんですよね。で今年はなんか違うな、でも去年と本当に違うなっていうのを感じて、でまあでもそれでもまあ4月5月はまだオセロゲーム、はい、でもオセロゲームができるぐらい白と黒が一緒ぐらいだったんですよね。それまではもうずっと黒一色とか、負けたら負けっぱなしみたいな感じのことが、その昨年はそういう経験してたんですけども、はい、そういうことがあってちょっとずつこう貯金ができるようになったりとか勝てるようになったって、そこが始まりですかね。でチームが試合をするたびにこうどんどん、あこれ強くなってるな本当にみたいな、そうですか、その成長が感じられた。それのなぜかっていうのは、はい、あのやっぱ投打のバランスの中でもちろんベテランだけでもダメだし、はい、若手だけでもダメなんですよね、うん、で中堅だけでもやっぱりあの経験者にはバカにされるところもあるので、うんうん、はい、そこの部分でベテランと中堅と若手のバランスっていうのと、投打、ね、投手陣と野手陣の中でリーダー格が一人一人いった方が絶対いいっていうので、ピッチャーはねクローザーやってるパーシバルというピッチャーを連れてきました、で野手はクリフ・フロイドというあの選手をね、はい、この両ベテランを連れてきて、僕もあの28で行ったんですけども、はい、もうその年で30の年でも、もうベテランの方でた、比較的まあ若い、もう若くなって入れ替わってたんですよ、ちょうどね、はい、で、後にスター選手になるロンゴリア選手だったりデイビッド・プライスだったりっていう選手たちが出始めたのが2008年なんですよ。で本当にそのベテランと若手 の、 そのバランスが取れた、はい、っていうのが浦勝さんの、最初に見た浦勝さんの目の色がそういうことを物語ってたのかなっていうのは思いましたね、はい、じゃあまあ岩村選手としてもそのまあ若手の精神的な支柱となったり、まあそうですね、あの、一緒にあの通訳も含めてもちろん一緒にはいたんですけども、はい、通訳を間に入れずにこう会話したり一緒に食事行ったりとかしながらこうコミュニケーション取ったりとか全然やってたので、精神的支柱になるつもりはないんですけども、ただあのこここうじゃない、ああじゃないって言ったりとか、はい、でその年から今カルロス・ペーニャっていうのも入ってて、はい、でカルロス・ペーニャがどんどんホームランを打つようになって、結果2009年にホームランを取るんですよね、僕のロッカーの隣で。でカルロスってロスっていうあだ名なんですけど、ロスってタイミングの取り方は日本風で言うと1、2の3だよっていうで必ずノーを入れなさいと、1、2、3じゃないんだよ、1、2の3とそれで打ちなさいって、なんか本当にしたら毎日こうそれを聞いてくるんですよ、あやきあきあき、ワン、ツー、エン、トリー、そう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 、うん、ザツライトとか、それでホームランを、見事なホームランを、なのでヒッティングコーチから逆に言われて、あき、うん、お前それ大事なことを教えてるんだから、あのあいつはあのボーナスもらってるから、はいはい、いくらかもらった方がいいぞとか、ね、本当ですね、もうチームの精神的支柱どころじゃないですよね、もういいんだよ、そうでその本当ロッカー隣だったね、すごく仲良かったです、そうですか、はい、うわでもすごいですよね、その年にワールドシリーズ必要ですもん ね、 ワールドシリーズも何もね、リーグチャンピオンになって、あのリーグチャンピオン の、 そのボストンとのやっぱ大ゲーム7っていう言葉、はい、日本にはなかなかないんですけど、第7戦って聞いても、あ7試合目ねみたいな、さあ最終戦だみたいな意味なんですけども、はい、もちろんゲーム7も確かに同じなんですけど、はい、メジャーリーグのゲーム7っていうのはもうちょっと考えてるものがもう本当の最後だよみたいな、もう勝っても負けても最後だよっていうのの、そのプレッシャーのかけ方が半端ないんですよね、でそれがボストン戦でもうやっぱこうやってしまった部分で、でもうフィラデルフィアとの試合の時はもう若干ちょっともう疲れてたなっていうのはありましたね、気温も3度だったんですよね、でみぞれ混じりで試合も
ね、第5戦が途中中止になり、はい、試合再開はどうするの、まあ、5回過ぎてるんですけど、うん、もうワールドシリーズは最後まで試合再開はあさっての何時だ、あさってって何、明日でもないんだって言ったら、明日大雪の予定だから明日試合できない。で本当にもう大寒波だったんで、見事に雪が降って次の日はできず、で自分たちもホテルから出れず、はい、でもそのホテルも第5戦だったので、1戦2戦目ね短波でやって、で3、4、5のこの3試合をフィラデルフィアでやる。なんで5戦の時は朝起きたら、もう朝起きたら試合行く前にもうチェックアウトをして、もう約100人ぐらいがこの球場に来て、で蓋開けたら延期になるじゃないですか。でフィラデルフィアに残んなきゃいけない。そこからね、あのチームのマネージャー的存在の人間の力の見せ所ですね。ホテル探すの大変大変、はい、チェックアウトしちゃってますもんね。100人ですよ。そうですね。で僕たちが行ったのはあのデラウェア州って、アメリカで一番最初にできた州と言われてるデラウェア州、隣の州なんですけど、そこまで行ってホテルに泊まった。あんなことがないと多分デラウェアなんか行かないだろうなみたいな。すいません、デラウェアの方申し訳ないですけど。いやでもただデラウェアってそういう州の勉強もできました、本当に。そうですよね。そうですね、勉強になりましたよね。はい、まあでもそういった、まあ、メジャーの中でもまあいろいろなところをまあ経験もされて、はい、日本とメジャーとでさらにはそのまあ独立リーグというところも、はい、一番のこの違いというんでしょうかね。うん、あのまあ日本との野球の違いですとかというのはどういうところに感じ、まあ、野球とベースボールの違いはやっぱりありますよね、はい、うん、今主流は打てる2番バッターだったんでね、うん、はい、そういった部分もありますけども、でもちょうどあの今日ね、この収録日、はい、ホームランダービーやってる、ね、でオールスターブレイク中ですよね、はい、でオールスターブレイク、オールスターがある、ワールドシリーズ、はい、レッドカーペットです、うん、日本はないですよね。そうですね、そこの違いはやっぱりありますよね。だから野球って自分たちが野球をやってる人間からすれば国技であってほしいと思ってるだけで、でもそこまでなりきれてないのが国民的な立ち位置だと僕は思ってるんですね。それも悔しいですけどね。でもあのそこがやっぱり違うところかなと思いますね。でもそういった意味ではそういう思いを伝えられる存在ではいらっしゃいますよね。やはりわざとドカンってこうやってあげる、そこにこう夢があるっていうものは経験をさせていただいているので、うん、それにいいものはどんどん日本の野球界も取り入れた方が絶対いいと思うんです、はい、経費のことばっかり考えたらどんどんイベントってちっちゃくなっちゃうんで、やっぱりいいものをポンとこうやってあげると、はい、子どもたちの夢が広がってね、うん、野球人口の数も確保できるっていうところにもつながると思うんですよね、はい、今その BC リーグ福島、レッドホープス、はいはい、球団をもう任せられているというところの立場でも、うん、そうです、まあ、あの球団が一度4年前にこう潰れかけたんですよね。でそれでまあ自分が、選手兼任で3年やってたので、はい、あの今そこで選手たちもこう来てる部分があったので、うん、いやなんか路頭に迷わすのもって、うん、僕のなんか変なもしかしたらできるんじゃないかなっていうね、まあ、もちろん浅はかな考え方かもしれないですけど、うん、でそれで周りにもお願いして、はい、今なんとかね4年目を迎えてはいるんですけども、これはね本当に自分がなぜよく言われるのは、なんで福島なのって大体言われるんですけども、あ、まあ、楽天で宮城県でこう2年間プレーさせていただいた、で1年目の年にねあのちょうど星野監督が来て、で松井稼頭央さんと自分がこう、はい、楽天に入ってっていう年に東日本大震災があって、であの震災から、またあの時の被災3県が、うんの中でも特に福島というのはね、あの抱えなくてもいいあの原発の問題を抱えていると、野球の力を使って何かできないかなっていうのはやっぱりずっとある、それが根底にあるので、僕はそこをね、なんとか根付かして、僕がずっと携わるっていうのは多分無理だと思うので、僕の体力もあるので、でそこはなんとかできる方にお願いを、できたらお願いをして、福島でも野球がどんどん盛んなんでね、あの今現在僕はそういう思いで福島レッドホープスというチームをね、運営してますね、はい、またそのちょっとお考えになっているところでは野球界の統一ということも、そうですね、独立リーグも含めてなんですけども、はい、これ育成する機関なんですよね、はい、で育成する機関がこう本当にこのピラミッドの中に、あの入ってないんですよ、
もうプロ野球の中で育成するところといえば、育成というか、まあ、社会人だったり大学だったり、はい、高校があったりといったところからこうピックアップされていくのがドラフトですよね、はい、でもここ数年若干少しずつね、あの中には入れてもらうようにはなったと思うんですけども、まだまだ入ってないっていう部分で、じゃあ何かっていうと、日本のプロ野球の NPB と言われる方々と共存共栄していくっていう、それは野球界のためだと、はい、だから、OB の方でもね、何年やりました、例えば、8年プレーしました、はい、高卒で8年で26歳で社会に出されました、うん、戦力外を受けて26でも28でもそこで社会に出されましたってなったら、どうやってじゃあ職見つけますかっていうところになると思うんですよね、でなれば今更ってわけじゃないですけども、じゃあこれからまた一からやるっていうのはすごく貴重で、であれば野球をやってきたならば何か野球に携われるっていうところになると、やっぱりそうやって独立リーグでだったり、そういう公認 その指導者に当たるっていうところも僕はすごく大事なことだと思ってますので、ね、あの OB、まあ、実際にこの OB クラブの方も OB の方々も含めて、はい、まあ、毎年新しい選手が来る、同じ数だけ出されるわけですから、そうですね、そういった方々 その、ね、受け皿となれれば、はい、野球界っていうのがまた一つね、前に一緒になって進めるんじゃないかなと、どこどこばっかり先出てもダメだと思うんですよね、そうじゃないと今は本当に、まあ、少子化が進んでいる中でも野球を選択するっていう子どもがいないっていうところにやっぱり直面しているので、子どもがいても野球を選択するチョイスをさせることを考えた方がいいのかなと思ってますので、そういったところで、なんとか自分でもねできることを福島で今やっています。はい、ぜひ貴重な発信であり、はい、貴重な存在でいらっしゃると思いますので、いやいやいや、これからも、ご尽力というところで頑張ります、はい、皆さんぜひよろしくお願いします、ね、はい、ということで、お願いします。貴重なお話を誠にありがとうございました。さあ、ということで、岩村さんにお話を伺ってまいりましたがですね、最後に皆さんにプレゼントがございます。このプロ野球 OB クラブの T シャツにですね、岩村さんにサインを、はい、入れていただいたものを皆さんにプレゼントをしたいと思いますので、はい、ご応募は概要欄からお願いいたします。ということで、本当に貴重なお話をありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。